録音できてる？当たり前やろ。エアコンの電源切ったっけ？音入ってへんから大丈夫やろ。じゃあ始めようか。鍵閉めたっけ？お前んちの話しとったんかい。ジャンプラジオでジャンジャジャンク。不安になってきたわ。せーの、オイスユウルチハロド、ジャンク。よろしくお願いします。誰な？ハラダ。ハラダじゃない。ハラダはこの。ハラダはあなた知ってるでしょ？知らん。あのハラダか。タイゾウ。タイゾウやった。それやったらあなたガタも知ってるでしょ。俺が舞台でやった役はハラダだった。やった。ありがとうな。よかったな。見に来てないだろう。ああ、よかった。った役な。見てたかったな。あとでいっぱい行こう。そうね、ちょっとまずは、まずは、はい、ね、ちょ、な、前回のその前の前、結構前だな、結構前、うんうん、3回ぐらい前になっちゃうんだけど、うん、ちょっと舞台で集まれなかったんで、だいぶちょっと収録日が後半に、うん、後ろの方になっちゃってるんだけど、はいはい、ホワイトデーの話したの覚えてます？なんとなくだ。ぼやっと俺があれでしょ、クッキー配りに行かなきゃってやつでしょ。それ覚えてる。そうそう、収録中にホワイトデーの思い出ってなんかなくねのところから、ホワイトデーの起源というか歴史みたいなのを小腹減ったさんに検索かけてもらってたんですよ。はあはあ、書けてたか。そう、それをもうね、うん、ちょっと読む機会がなかったんで、はいはいはい、申し訳ないな。誰もあんま覚えてへんっていうのが悪い話やな。あ、そんなん書けてたなぁ、うん、調べてくれたからさ。そう、いつも本当にありがとうございます。ありがたいですね。小腹ありがとうということで、うん、ラジオネーム小腹ヘッタさん、うん、はい、私です。どうせ暇ですし調べますし、うん、ってちょっと皮肉ほらこうなっちゃうやん。あんな扱いされたら、あんな扱いするからこうなっちゃうやん。ごめん、小腹。ホワイトデーは日本で生まれたイベントです。あ、そうなんや。起源は諸説ありますが、その中の一つだけ紹介いたします。うん、1977年に福岡の、老舗菓子店が、うん、バレンタインのアンサーデーとしてチョコをマシュマロで、うん、マシュマロでナショナルでいいかもう一回いく、うん、チョコをマシュマロで包んだお菓子を考案。お、うん、去年の3月、翌年の3月14日にマシュマロデーとして発売したのが起源という説があるそうです。へー、だからしよかったんだ。ね、うん、販売から 7、8年後、百貨店からの呼びかけにより名称をホワイトデーに変更し全国で定着したらしいです。だって、あ、そうなんだ。百貨店がつけたんだ。すげえ、勝手に。じゃあもうあれだ、7、8年後だって。あ、なるほどね。1977年に福岡の老舗菓子店がそれを作って、うんうんうん、そういうイベントやってたところでしょ。そうだね。あれよね、百貨店がだからそのたくさん売れる、なんかその売る文句というか便乗したってことだよね。うん、そういうことよね。うん、経営戦略の一つで、うんうん、そうなんだね。じゃあこういうのやろうみたいな。そうそうそう。バレンタインデーのアンサーデーとして多分翌年の3月14日にマシュマロデーでそれを発売したんだって。俺らと一緒ってことだね。じゃあ。ん、オールナイト日本にあやかってみたいなね。あやかってないよ。俺らのラジオみたいな。別に俺、え、これ俺らアンサーラジオやと思ってる。違うよ。もう俺オールナイト日本出たら泣いちゃうな。勝てないよ。あ、違う、違うよ。あ、違う違う。うんとクオリティが高いんだから向こう。拾ってくんないかな。昔はもっとなんか無名の人を使って有名にするみたいなのあったのに、なんかそこで拾われないかな。じゃあ、まあ、ちょっと売れてからじゃない？ユウさんは。ちょっと売れてから、うん、ちょっと売れてるから今ナウ、そんなことないよ、うん、そんなことない。ゆうさん売れてるじゃないですか。いやいやいや、そんなことない。そんなこと言ってるわよ、翔子さんだけ。そう、俺はもう全然そんなことない。舞台ばっかりさ。こんな話聞きたくない。なんや、きしょいの。なんや、売れてない者同士がお互い売れてるでってちょっと言いながら、傷を舐め合うな、舞台役者め。鼻、ボケからどんどん逸れてっちゃったけど、ホワイトデーだ。ホワイトデー、ね。ホワイトデー。なるほど。まあ、そうらしいよ。で、7、8年後っていうことは、84年、5年。うん、うん、ね。めっちゃ全然最近だね。最近ちゃ最近か。に、百貨店からの呼びかけでホワイトデーに変更して。そうなんやな。それまではずっとその福岡の。海外はないってこと？ってことだね。まあ文化的には。文化的にはないんだよ。日本の、日本で生まれたイベント。だから、向こうにもしホワイトデーっていうのが存在するのであれば、日本から来たやつってことだよね。ある種、日本人っぽいのかもね。その、チョコレートもらったらお返しをしなければとか、礼儀。
みたいなところの、確かに、そのあれなんじゃない、なんか、なんだ、なんつうの、趣というか、うん、なんかそういう、されたら、ね、うん、武士じゃなくて俺らが今。そうだね。そしたら、ね、礼儀として。そうやな。ホワイトデー買ったよ、おもんないもんなってるで。そうだな。礼儀として。礼儀として渡すんやから。拙者、こんなもんもらっていいんですかって、もらってね。重いな。重いな。なんかホワイトデー。なんか重いな。ホワイトデー。いや、言い方。首です。怖いな。怖いな。白いからな。死んだ顔白いからな。あなたの敵の家の、あの、大将の首を首切ってきましたっつって。で、なんていい人姫がそれ見んねんな。確認してみてくださいっつって、髪の毛つかんで、ガッサーって。間違いございませんっつって。あの、腰にな、首つけてな、持ってきよんねんな。やだー。ホワイトデーのお返しとして、ようそれマシュマロまでいけたな、そっから。本当だな。気象イベントやもん。まあでもらしいです。ありがとうございます。あ、本当にありがとうございます。いや、なんかこれ一個一個勉強になるよね。うんうん、ね、小腹減ったの検索はそろそろあれちゃう、なんかもう一回質問しないと、質問切れたんじゃない。あ、ないね。なんか、何その、使命感。なんかほら、あの、なんかやらせんと。いや、なんか、暇って言うてんねんから。なんか仕事させんとあかん。小腹に。うん。なんかやらせよ。バイトのさ、バイト先の店長のさ、セリフじゃん。あの、換気扇、あの、洗ってとか。そう。あの、ほら、前回の、あの、配信で、うん、クイズのコーナーをさ、はい、お題出してって言ったじゃない。うん。だから、それを、小腹にまた。じゃあなんかクイズちょうだいよ。うん、あ、なるほどね。小腹のコーナーにするってことね。そう。だから元といえばそう、小腹がクイズとか、いろいろ出してくれたので、なんとなくクイズのコーナーを出してみたいなのがあったから。うん、で、即答しすぎて、そう、ね、2問とも。あれ俺ら意外にクイズ得意なんちゃうみたいなのがなってきてて。そうなんですよね。ああ、じゃあなんかもっと変わったものを出してもらおうよ。うん、なんか心理テストとか。ああ、そうだ、いいね。そうそうそう。あ、じゃあ次ちょっと、何でもいいな。心理テストをやりたいな。平行バラ。平行バラ。心理テスト、俺ら心理テストをやりたいな。これ心理テスト打つのめんどくさいぞ。3パターンの A 選んだあなたはこれこれとか全部書くんだろ。めんどくせえな。めんどくさかったら全然コピペでもええからな。そうだな。うん、コピペでもええな。俺ら、検索しないから。もう検索した一番上に載ってるやつコピペでもええから。生でもええから。雑。だいぶ雑。やっぱ笑いつもありがとう。ありがとうございます。支えてくれてるヘビーリスナーでございますけども。はい。じゃあ次行きますかね。お願いします。次行きますかね。うん、え、この後も引き続きよろしくお願いします。お、乗り切りよった。初美優、内田翔太、誰だかわかるかな。お前松井翔吾な。俺たちジャンクとは、舞台の他にも TikTok、YouTube、ラジオなど多方面で活動している役者3人組です。詳しくは概要欄をチェックしてください。詳しくは概要欄をチェックしてください。それなんでもう一回言うた。あ、ジャンクラジオでジャンジャジャーグ。もう一回お願いします。はい、ということで、何ですか、次行きますかって。いやー、だって旬なのもあれじゃない、やっぱ。そう、もうね、舞台が僕たち終わったね。終わったんですか。よかったでしょ。昨日終わったんです。お、お疲れ様でした。ありがとうございます。ほんと疲れた。あ、ほんとに。あ、ほんとよね。ね、お、え、お客さん結構入った。はい、もうやばかったね。うん、やばかった。もうやっぱあれだね、もう戻ってきてる感あるね、うん、お客さんが。うん、ああ、そう。うん。すごかった、スタンディングオベーション。あ、ね、そんなことにもなった。うん、ね、え、なんか何、こう、なんか、セリフミスったとかあった。ないない、そういうのは完璧。完璧やった。うん、いや、松井屋ってこう、うん。松井屋とか、え、あのね、たぶんうちはちょっとトラブルあったのが、ドアがね、壊れちゃったの。おー、勢いよくこう走ってこうドア開けるっていうところがあったんだけど、うん、グイッてやったらドアがポロって両方取れちゃって、あ、これどうしようかなってなった。なるほどな。暗転中にね。ちょ
お前投げすぎや。うっちーに全部。お前、お前、なんか俺は、なんか俺今、ドッグランで犬が勝手に走ってるの見てる気分やったわ。なんか、バーって走ってるからとりあえず見とくかぐらいのやつだけど。違うでしょ。収録日がまだ本番置いてないのよ。本当だね。爪稽古も入ってないの。爪稽古も入ってないのよ。うん、入ってない。3月21やから、うん、はい、まだ本番行ってないわけですよ。そうなんですね。だもう次のね、うん、ちょっと俺らが忙しくなるからそうそう、こう集まる、ね、取れるタイミングがないから、うん、そうなんですよ。まあ、あの現時点でも、まあ、まあもう終わってますから、うん、あのネタバレも含めて、うんうん、ちょっと大変だったところとかさ、役でね、役で、うん、俺でいいんですか、うん、俺からで、うん、とりあえず、まあまあじゃあ聞きましょうよ、うん、そうだね。あの映写技師の役っていうのが、うん、はい、うん、もうラジオでも言ったかな、まあ、配信とかでも言ってるったんだけど、うんうん、あの映画館の話で映写技師っていうその映画を流す人の役だったんだよ、はい、まあ、専門職やな。そうそうそう。でまあね、ちょっと役どころも江戸っ子っぽいのをもう演出家さんにも要求されてて、あ、ちょっと年いってた方がいいですねとか言ってヒゲとか生やしたりしてたんだけど、まあそういうキャラクターは結構俺多いから、キャラクター的には苦戦しなかったんだけど、その映写技師ってさ、あのピンとこないじゃん。あの写真とかではさ、イメージできるけど、なんとなくどういう仕事してんのかとか、だから要はあれ、うん、そのまあ、さっき配信の時にちょっと出たあれやけど、うんうん、金曜ロードショーの昔のさ、うん、あのカラカラカラのおじさん巻いてるやつね、あれは映写技師なの？まあ言うたら映写技師だと思うけど、あんな手巻きはない、だからあれだよね、映画ってさ、なんかそのやってたら次のフィルムまで変えなきゃてんてんてんみたいな、なんか合図が入るのよ、きっと。そう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 。で、入れ替えなきゃいけないかったりするんだよね。ね、そういう仕事でしょ？そう。で、結構力仕事なのと、うん、あ、そうなんや。ずっとそのテープが伸びないようにとかさ、はあ、はあはあ、絡まって、あの、あ、昔の、D、何あれ、うんうん、DH、DHC。VHS だ。あ、VHS。DHC。サプリメント、DHA。あれのまあ、でっかい版だから、絡まることって多分あるんだって。まあまあそうやろね。そう、だから常にこう見てて、はいはい、で、絡まったりしたら、あの、なんか遅れたりとか、うん、見えてなったりするから、うん、そういうのを見てたりして、うん、で、あのテープが重たいからっていう結構な力仕事だったりする。はぁ。で、とにかく昔はその映写室っていうのがバカ熱いんだって。あ、う、ぁ、ん。もう電気で熱囲まれてるし。そう。めちゃめちゃ熱いんだってさ。はぁはぁ、へぇ、それが体力仕事を。なんだって。で、昔の映画館ってさ、あの、こまめにレイトショーとかまでさ、うん、やって朝までやってたりするじゃんか、うんうんうん。だからそういうのも大変だったみたい。俺一回だけ、それでなんかぼや騒ぎみたいになって。あ、火出ちゃったりそう。あ、何その、映写技師っていう、その、あの映画見てる最中に。映画見てる最中に。そう。あ、裏、なんか止まったのよ、絵が。うん。あ、え、あ、実際実際、そうそう、映画館で。それはもう今現代の映画っぽい感じ、それとも古い映画か。いや、あ、でも俺が中学校ぐらいの時。マジで？じゃあ結構ちゃんと新しいよ。新しいな。で、なんかそのなんかちょっと火事になりましたみたいな感じになって、火ついちゃった。そうそう、で出るじゃない、うん。そしたらそのスタッフさんがこれで次無料で見れますから来てくださいみたいなの配ってて、へー、今日はちょっと見れませんみたいな。だから多分その頃はまだテープ式だったんじゃない。うん、多分ね、まあ、今はもう完全にデータで入ってきてると思う。そうやろうな。うん、だからちょうどだから20年ぐらい前じゃない、はぁ、それがあったのが、うわすげえ、うん、まあだから火上がるぐらいまで熱いんじゃない、でも、あ、まあ、な、確かにだかその時の映画の、うん、なんていうの、あのでっかいさ、何8ミリってあったやんか、うん、昔のさ、うん、ビデオカメラ、うん、8ミリフィルム、ね、あれのもっとでかい超巨大8ミリみたいなってこと、うん、そうそうそう、あの形だよね、あれがぐる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 ってカタカタカタのやつやんね、うん、パラパラ漫画のめっちゃ早い版ってことやんね、うん、そうそう、で時代が多分そこなのよ、でまあ現代とその時代を行き来するって感じで、なるほど、だとしたらあれだね、ユウは結構大変だね、役作りが、そうで、ま、知るのも大変じゃない、そう、まあ、正直、うん、その映写をしてるシーンとかはないのよ、うん、その映画館のロビー、うんうんの話で、うん、で、とにかく熱いっていうところの描写とか、まあ映画が好きでテンション上がってたりとかするんだけど、うんうんうん、どうしてもその、普通にやっちゃうと、セリフ上でそういうのがないからさ、映写技師の職業をしてるっていう空気が出ないじゃない。はあ、それがどうしても嫌で。で、こだわったのどうしたの？だから仕草。ほう。とにかく手袋の付け外しだったりとか、うん、今は映写してて、で、部下がいる設定なのよ。ほうほう、で、そいつに教えてるところの
時代だから任せてたりして、うんうん、で、はいはいはい、自分一人だけこうあのロビーに涼みに休みに来ちゃったりとかして、でなんか後輩とかがひょっこり顔出して、先輩暑いっすみたいな言ってて、なんだお前くんだらしねえなみたいな、もう入れ入れ俺も行くからみたいなのがちょいちょいあったりするんだけど、だからもう部下がいて弟子がいて教えてるみたいな感じなんだよ。だからここは自分で回してる、でこのシーンは回してないから、あの手袋をここに入れるとか、このタイミングで取るとかは、うん、ちょっとその、ね、細かい仕草で、そうそうそう、その手慣れ感を、それを見てほしいんだ、はいはいはい、今回。ちょっとそれが細かくやってる。じゃあちょっと聞いてる皆さん。いや、もう終わってんのよな、この頃には。終わってんの、ね、これ難しいよな。だから、そういうことやってましたよね、皆さんってことね。そうそう。かとみさん、そういうことやってましたよね。確かに確かに。いや、それ気づくかどうかは分かんないけど、それで職業が分かってくれたらいいなと思った。映写技師って、そう言っても、セリフ上でも1回に出るか、2回出るかぐらいしかないから、ただのおじさんになって、従業員っていう風になるんじゃなく、映写技師っていう風に見えたいなと思って、もうそれ表すのがもう手袋しかなかったのよ。ほう、そうそうそう、うん、でまあとにかく暑いから季節も気にしち出てくればいいじゃん。余計わからんやろ。なんかサウナから出てきたみたいな感じで、映画館に映画館に住む変態やん。それは役変わってまうやん。水風呂水風呂じゃんって。そうだよ、住み着く変態役やん。あそこは暑いんだなってなるじゃん。まあそうだよね。まあ、そこしか伝わらんけど、まあ、汗とかもやんなきゃいけないのかなとか思ったりするけど、あ、まあなんか俺はそこ汗をやりたくない理由が、うんうんうん、まあもう長くやってる師匠の方だから、うんうん、まあ暑いは暑いけど汗かかないとか、はい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 、なんかそういう特殊能力持っててもいいなとか。師匠の方が汗かいてたから面白いじゃん。いや、いや、それがそこまでやってると面白くないのよ。なるほどな。なかなかその後輩の方が暑がりで仕事できなくってっていう設定があって、それが笑いになってるから、はいはいはい、それ超えちゃうとむずいのよ。笑いなんねん。何先輩がちょっと出しゃばって。そうそうそう。それはやりすぎる。冷めちゃうなのほうだ。ネタが台本上にそれがもう設定上あるから、それは超えないから、映写技師としては仕事ができるけど、キャラクターがあっけらかんとしててデリカシーないみたいな、方向の作り方だから、そっちの笑いを取らなきゃいけないではあるんだけど。まあ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 、これはちょっと、今ちょっと僕がただ聞いただけやからね。うん、うん。まあ多分これを見て、俺、本番見に行くから。あ、そうだね。ちょっと楽しみに。そう、だからその仕草はちょっとこだわったりしたのと、その江戸っ子で、その、ガテン系の、その、職人気質の、あの、ベラベラ喋る、みたいな空気でっていうのが、それを合わせてってなると、ちょっとその仕草だったり、喋り口調の、なんか節々だったりはちょっと気にしたかな。細かいけど、そう、専門用語的なこととかはとかのやつはスッて出たりとか、そう、なんか逆にこうふざけるっていうところとかの、職人肌だから部下にはどこまで厳しくして、新しい人にはここまでふざけるけど、まあ時経ってくからさ、本編中にどこまでこの部下として雑になっていくかっていう、その職人さんってさ、うん、部下に、うん、弟子にめっちゃ厳しかったりするから、うん、昔の人って、うん、それに行けば行くほど距離が縮まってるっていう表現にしないといけないなとか、うんうんうん、ああ、だから普通にやるとちょっと突っ放ねてるように見えるけど、距離近いからそうやってんねんでみたいなのが成立できるような、え、それは実年齢とはどうなの、そのあ、ちょっと上だと思う。あ、上を演じてるんや。多分ね、お、30後半ぐらいだと思う、若くても。ほうほうほう、年齢はしっかりしてないけど、ほう、それで言ったら、あの、翔吾くんの方は逆よね。うん、あ、そうだね。あの、実年齢よりだいぶ下の役なんでしょ？そうなん、逆にどう？映写技師？違うよ。あなたは映写技師じゃないのよ。俺の、人の話聞くの好きだけど、自分の話嫌だよ。自分の話嫌いよ。もう慣れ切っちゃってた。違う違う違う。もう次行かんと。次ちょっと翔吾くんの話ですよ。俺のサウナの話する。サウナの話ちゃうねん。サウナ舞台か。ヤンキーだったんだろ。ヤンキーやろあんた。そうやんな。ヤンキーだったんだろ。ヤンキーだったんだろうっていう、まあね。学生なの？あの、定時制に通う。だから別に学生ではない。あの、いろんなおっさんとか、うん、おばさんとか、うんうん、あの、それこそまあ中学校卒業したけど高校行けませんでしたとか、うん、の人らがいる。うん、まあ年はじゃあ関係ねえんだ。そうそう、うんうん。っていう定時制がメインの話なんだけど、そこに。あの、
他のなんか全日制の生徒がいたりとか、ほう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 、そうそう、で主人公たち、主人公はそこの応援団に憧れてる女の子だったりとか、あ、主人公は女の子で、ね、全日制にいて、ほうほうほう、だからちゃんと学校に行ってる子みたいな、うん、で部活がそこだけしかなかったからそこに来てるみたいな、応援団としになりたかったからみたいな、うん、あー、なるほどね、で定時とは合わないじゃない、時間帯がもう、あー、そうね、授業の時間も合わないしみたいな、そうだね、うん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 、夜だね、夜ね、そうそうそう、うん、そこの夜で授業を受けてるのが僕らみたいな、でそこに訳ありの元アイドルの子がいるのも一人の主人公みたいな、ほうほう、主人公3人いるから、なるほど、主人公3人おるんや、そうそう、3人もいるの、そう、すごいね、でそのもう一人の主人公はその全日制からいじめられて定時制に来たよくわかんない不思議な女の子。何があったのみたいな。不思議っ子ちゃん。うん。なんか、不思議っ子雑になってきてそいつが不思議っ子ちゃん。そう。うん。うん、いやでも、これもだから皆さん見た後ですからね。そうだよ。どこが大変だった、どこが大変だったっすかね、私、はい。私。私はね、やっぱね、うん、手袋。おやっぱ手袋をつけてる時が、こう、映画を回した後とか、俺と一緒じゃん偶然見てないから俺分かんなかったけど、いいか、俺は泳がすぞ俺はもうこういう雑なものには俺は突っ込まんぞ、このボケダメ、もう俺は突っ込まんからな、このボケもうダメなんだ、うん、でも一番本当に俺は見てくれた人とか分かると思うけど、うん、その大変だったのはどうしようもできない、うん、生徒1でしかないから俺の役が、あ、ね、あ、主役3人もいたら影響するような役ではない。ない。あ、そうなんや。生と C ぐらいなんか。お前何を言ってんだお前落ち着けよおい、今日のラジオ巻くんだろお前ごめんなさい。反省会やぞ俺がちゃんと喋ろうと思ったのに。何だよ、これって。だから、ね、そもそも僕らが頑張ったところでしょうがないのが、主人公3人って3人ともが干渉し合うから、3人もいるときついね。だから、そうね。うん、そこに、のアフターのドラマであって、うん、俺らが別に濃く書いててもしょうがないというか、そうだね、まあまあまあ、3人もいるとやっぱそっちの重点強いもんね、うん、そうだからその3グループの話みたいになってる、うん、なるほど、定時制の話と元アイドルだった子の話と、うん、応援団の話みたいな、うん、ああなるほど、がメインのその付属品って言い方悪いけど、うん、そこの、うん、役割をもらってる自分の役みたいな、うん、その定時制にでちょっとガテン系の男の子の役とかをもらってる松井みたいな、うんうん、なるほど、まあ、でもなんかそれちょっと新鮮味あるような気はするね、うん、その、うん、なんか 俺の中ではやけど、だからその価値観が違う3人が出会ってって最終的にどうなるかを、まあ、見物というか、そういうことだよね、うん、だからちょっとそっちの話が濃厚すぎるからっていうことだよね、メインっていう感じじゃなくなっちゃうもんね、うんうんうん、そういうのがいないって感じだよね、だからこっちからして何かできるわけではないけど、うん、にぎやかしとしてはちょっと重要だよねっていうか、はあはあはあ、何が大変だったの、いやね、極戦って言ったらヤンクミがいるじゃない、うんうん、おめえら仲間さんがいるじゃない、似てない、うん、似てない、うん、でそこのメインキャストがいるじゃない、はい、松潤とか松潤とかね、うん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 、とかがいるじゃない、そのさらに向こう側みたいな、あもうやっぱいるのよ、まあまあでもちょっと大事やもんな、熊とか小出くんとかの、のもっと後ろ、もう一個奥、後ろも、あ、二十何人出てるから、うんうん、もう一個奥があるのよ、もう一個奥ぐらいなの、でも俺らがもらってるパートってその熊さんとかそこら辺のパートなんだよ、だから影響は与えられるんだけど、うん、でも全編通して俺らのターンがないから、なるほどね、うん、難しいのよ、そのポジションやる松井めっちゃ見たいけどな、初めてだもん、そうだね、そう、まあ多分女の子主軸舞台だからだろうね、うん、まあ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 、うん、そういうのあるもんね、確かに、あるあるある、だから見て多分この作品で一番うるさくてちょっとあーってなるのが俺だと思う抑えてるよ、それはやりたいことは、はいはいはい、でもね、かき乱さないとね、
実際見た方はどう思うのか。そうだね、三井さんが来た時の会の時でもほら付加価値の話してたけど、なんかそういうところになってくるよね。難しいよね。そうね、なんか自分出しすぎるのが付加価値だったとして、まあ勝負なんかはさ、その色濃いじゃん、お芝居で、でそういうところが評価されてたけど、そこを抑えろってなるとね、付加価値の出し方難くなってくるしね。でもその見てくれた人もいると思うけど、言えるのは爆発する瞬間があってとか、だから俺のアクションシーンがあったりとか、ああそうなの、あじゃあ結構見どころはあるんだね。見どころは作ってくれてるからこそ難しいのよ。なるほどね。で俺がそういうことをやって、それに対して主人公たちがどう思って何かなるとか、そのキーカードとして扱ってはくれてる。はあ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 、役上はどういう風に見えてるんだろうね、見てくれた人はね。だから俺は見えないじゃん、自分でやってるから。でも俺も見に行けないからさ、とにかく踊ってる翔吾を見たい。そうだろ、そうだろ、踊ってる翔吾くんを一番見たいのよ。でもそれをいっぱいいるからね、踊ってる人が。俺はそれをね、ニヤニヤしながらね、見て、その後にラジオ収録するときにいじりたかって。俺しかいじられへんからな。俺しかいじれないな。見たかったな。でもね、どんな感じだったのか、ダンスが良かったというのと、映写技師が良かったっていうの、ね、コメントお待ちしております。あ、嬉しいね。本当にね。うん、新しくなった、お便りフォーム、ね。お便りフォームございますから。お願いします。お願いします。はい、じゃあ、次行こうか。次行こう。ジャンクラジオでジャンジャジャン。はい、ということで続いてはこちらのコーナー。何？枝豆。枝豆って言ってるからな。もうはっきり言ったもん、ね、言いに行ってるからな。エンタメ、エンタメのコーナーでございます。はい、ちょっとエンタメのコーナー、エンタメに関わる話をいろいろしていこうっていうコーナーなんですけども、ちょっとなんか翔吾が疑問があるみたいですね。ちょっと聞きたくて。なんでしょう。新なんとかってあるじゃない今。新ゴジラとか、新ウルトラマンとか、新仮面ライダーとか。今、よく見る。前回のラジオ、ジャンクラジオも、新ジャンクラジオっていうタイトルにしてるからね。単純な話やろ。新しくなったんだよ。新学期の新だよ。でもあれ漢字で書かないじゃない、まあ、まあ確かに。新しいっていうあれではない、ね、なんかね。で、俺の解釈では、真実というか、本来、いたらこうであろう。うん。ああ。の、リアルタイムをやってるから真なのかなとか。誠って方ね。そんな感じするよね。うん。でも、ゴジラもそうだけど、そんな感じする。なんかさ、描写をさ、ずらしてるじゃん、もう。なんか、政治絡みにして。そう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 。ゴジラやろ？ゴジラ。要は、新ゴジラとか。新ウルトラマン。ウルトラマン俺見てないんだよ。見たいんだけど。もうサブスク上がってるから見たいんだけど。あ、あれもう上がってんねや。上がってる。新ウルトラマンもほぼほぼ、その、政治絡みだったから。あ、そうなの？そう。だから、その、で、俺が、その、びっくりしたのは、ウルトラマン、うるさいな。なんか、ガラ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 。なんかガラガラ言うとんな。絶対入っとるねん、この音。タップダンスの時間かな？いや、デブタップ。なんか引きずっとるの。引きずっとるの。ごめんなさい、ちょっと音、すいません、ね、ちょっと入りますけど、タップが。タップ。タップじゃないと思うけどな。どうした？ビートたけしさん練習してんのか？だとしたら挨拶行った方がええって。浅草じゃねえぞ、ここは！あ、聞いたことある！浅草じゃねえぞ、バカ野郎！違う違う違う。芸人だ、バカ野郎だよ。芸人だ、バカ野郎！浅草きっとね。うん、クジラやだ。エンタメの話で。続いて、あ、ごめんなさい。新浅草きっとの話だっけ。あ、でも、その解釈、ちょっと。いや、でも俺それしかないんじゃないって今思ってる。あ、そうかも。うん、新しいとは違うもんな。カメラ見てない、まだ。あ、まだ映画館、映画館だよね。あれ、ま、今公開されたばっか。公開されたばっかだよね。うん、あれ、なんか最近、西島秀俊さん違う違う。あれはブラック、ブラックさん。ブラックさんだ。あ、そうだそうだ。6回見たら、1回、ただみたいなのが配ってるらしいよ。何その新仮面ライダー。え？新仮面ライダー。6回見たら、1回ただの新仮面ライダーを配ってるってことの、なんかこう、チケット。だ要は何 ?6 回見たら絶対7回目見れるってこと？そう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 。無料で？うん。新仮面ライダーがね。それは何？よくなく、え、もうよくない？なんで？わかんないけど、だから、そんだけ連続で見るだろうという、あれがあるっぽいよ。え？な、面白い。で、それはさすがに俺も、初めて聞いた時に、どういうことって思ったけど。でも多分、その、元々の、原作に寄ってんだよね。
そうだろうね、うん、まあ元はといえば、うん、あの漫画というかね、連れ去られて改造されちゃって、うん、なんか戦う運命を背負っちゃった、うん、最初はだから子供向けに書き直してるじゃん、あの、うん、特撮でってヒーローものにしてるじゃん、うん、でも書きたかったものってさ、あの石ノ森さんとかもさ、うん、もっとグロいのよね、うん、きっと、そう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 、そうなんや、うん、あの悲しい人の話なんだよね、うんうんうん、へえ。なんか悪い怪獣とかが出るようになって、確かね、なんかざっくり言うと、うん、で、なんか連れ去られた男の人が、うん、勝手にこうサイボーグに改造されちゃう。うん、あの本郷たけしやろ、藤岡弘さん。そう改造されちゃうんだ勝手に。で、うん、そんなことしたくないけど戦う運命にさせられちゃう。はい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 、はい、めっちゃ悲しくない？めっちゃ怖いよね。おう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 。捕まるじゃない？おう、で改造させられるんじゃない？うん、で記憶は残したいからで脱走するじゃないみたいな。うん。あ、途中で、トーつって逃げんでんな。確か、あの、うんうん、仮面ライダー1号というか。うん、最初の。なんかそんなんは。まあ、原作が確かもっとそういう感じなんでね。もっとグロいというか。でも本来はだから別にあの、マスクをかけなくていいらしいのよ。変身してる時って。そう、サイボーグであっていいんだよね、確かに。そうなん、そうそうそう。で、あれなんで隠してんのっつったら、その怒りの表情とかを、涙を隠したいから、あのマスクをつけるという。何それ。なんかそしたら分かんないじゃん表情が、うん、でも本来は戦いたくもないのに戦ったりとかさ、うん、なんかスパイダーマンみたいな理由だね。スパイダーマンはね、顔が人間の顔のまんま顔バレして飛びたくないから、あ、そうそうそう、自分のスーツ作るもんね。そういう説もあるのよ。へー。だから今は後付けのあれとか、うん、あー、じゃあもう本当にあの原作通り忠実にやりますよっていう意味のシーンってこと、うん、じゃないか、本当にその最初の設定が事実あったとしたらこの世界でこうなってくっていう、だから政治も絶対もちろん関わってくるし、リアリティのある、だからほんまにあれやろ、あのもし明日怪獣出てきたらどうするっていう会話で、そしたら技術者たちが誰かさらうしかなくって、うん、そいつを最強にして戦わせるっていう兵器に変えちゃうっていうことだね、うん、ほんで、あ、じゃあ今多分だ日本で強い男、うん、じゃあもうタケルとかを、タケルとか、ね、うん、あの、もういろんなリストアップの中で、タケル行こうって言って、うん、タケルをバッてさらって、うわ、さらうのも技術いるよ、最強だからね。そう、でももう、遠くからもう麻酔銃で一発やわ。プチュって。それは簡単だ。で、寝て、タケルが寝て、ぐわー持ってって、うん、改造タケルにして、うん、で、戦わせんねや、うん、怪獣と。もう、那須川天心には負けないぞと。ほんなら那須川天心がツイッターで言うねん。ああいうのって国的にどうなんですか？ほんじゃ確かにってなって、うん、確かに怪獣が出てきたのはあれだけど、うん、選ばれたタケルはかわいそうだっていう派と、うんうん、でもその怪獣に親を私は殺されてますと、うんうん、でもやっつけてくれてるのは実際タケルさんです、うんうん、いいね、派閥が出るよ、派閥出るよ、 SNS ですごい荒れるしな、うん、ほんじゃもうひろゆきさんも言うわ、いやでも実際タケルさんっていうのは出てきてほしい、もともと戦うために生まれてきたんですよ、うんうん、それを改造してもっと強くなるっていうのは僕いいと思うんですよねって言ったら、強くなるために人間やってますからね、やってますからねって、まあ僕はそう思うんですよって言ったら、あのね、呂布カルマとかも言うわ、うん、それは違うと思うぞそういうのはよ、いいな、面白いな、でこれがリアルな新タケルやん。タケルやん。でも言ってしまえばそれは新タケルだな。で、あの、で、これを子供でも見れるようにする。ちなみにこれ、新ウルトラマンはどういう、見た？ああ、見た。見た。どういう設定なの？あの、ウルトラマンの、あの、思想の話。あ、だから今までは、ウルトラマンって、ウルトラマンに変身する人の話だったじゃん。そうだね、人が。でも、新ウルトラマンは、ウルトラマン側の話。自我を持ってる。あ、え、ウルトラマンが人間じゃないってこと？ウルトラマンは宇宙人でいるじゃない？ウルトラ製のね。あの、あ、やっぱ初期の設定なんだ。そうそう、なるほど。で、なんか人とリンクして、でも、今やってる特撮って人の意志じゃん。そうだね。ウルトラマンが喋ったりとかさ。ウルトラマンになるぞやもんな、うん。そこが逆転してる。ウルトラマンの意志で、そう。人を、こうやって気絶させちゃった。うん、はぁー。じゃあ自分がその人のために何かしなきゃって言ってウルトラマンが翻弄する話。うわー面白そう。あーで、ね、実際出てきて、そうそうそう、で怪獣とか出てきて、うん、戦わなきゃみたいな。でもウルトラマンからしたらその守ってあげなきゃいけない星じゃないのに、うん、君が手を助けるのはどういうことだっつって、
その本国から本性からウルトラマンゾフィーっていう兄弟子が来るわけよ、うん、はいはいはい、それさ、はいはい、ファンだったら熱いな、うん、熱いよな、ちょっとお前やめなさいみたいな、俺ウルトラマンとか通ってきてないけど、うん、今聞いててもめっちゃなんかおもろそうやもんな、うん、だからでも本当にその特撮でハマってる人は物足りないかもしれないね、なるほど、うん、あヒーロー感がないから。ああいう感じじゃないもんね。わ、うん、かる。あの、ゴジラとかもそうだった。うん、もう完全に、あの、人間ドラマというか。シン・ゴジラ。シン・ゴジラ。あーはーはーで、俺が一個面白いなと思ってる話があって、それが、あの、仮面ライダーに戻るんだけど、うん、仮面ライダーもショッカーが改造するじゃない、一、うん、人を。ね、あの、うんうん、悪い組織が、仮面ライダーにしようみたいな。うんうん、あれ、全部の力を注いで、一番最強の怪人作ったらしいのよ。ほうほうほう、仮面ライダー1号、うんうん、怪人としてトップみたいな、うんうん、それが裏切られるじゃん、そうだね、そうね、あの逆転するからね、そう、でもそれを戦ってこいって言われるじゃん、うん、無理だよね他の怪人、まあ、確かにね、もう強いやつ、うん、確かにみたいな、だからあれそもそもまた怪人作って、うん、そうもっと強いの作ろうと思ったけど、やられてやられての繰り返しでしょ、いやだからもっと強いのを作ろうと思って2号出したのよ、あ、それで2号出すんだ、うんうん、そうで2号があっちついちゃったから、そうだね。もう無理だよね。タケルと天心。絶対無理だ、ね。無理や、ね。それは無理やわ。っていう話を聞いて、はあはあ、あ、悪も大変だなと思って。そうだね。確かに今考えると、今の仮面ライダー、仮面ライダー、うんうん、とかって、絶対もうその、何 本筋というか、うん、血を引いてないよね。その、うんうんうん、言っちゃえば。そうそうそう、もう変身するのか。変身する。あの、サイボーグとかそういう SF じゃないから。なんで変身するかも特にないというかね。ない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 、もうあれは完全に未知な、オカルトの。オカルト。あれダメになっちゃったよ、きっと。え？本当に改造してる人がいるから。あ、そうだね。そうね。あ、うん、義手とかもそうか。そうそうそう。でもなんか元はといえば、その、アメリカンヒーローっぽい作りだよね。うん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 、SF だよね。なんかありえそうなヒーロー、ね、うん、まあ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 、うん。確かにね、改造人間って言ったら、なんかちょっと、わかるイメージはあるもんね。そう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 。うん、ただあれだよね、その、日本っぽいなって思うのが、ちょっと悲劇だよね。あ、絶対的なスーパーマンじゃないじゃない、うんうん、ああ最初から強いわけでもなくて。そこに皮肉が入ってるよね、ちょっとね。まあまあ、確かに。結構日本っぽいのはね、そういうの、なんかマイナスなイメージを入れてくよね。日本っぽい映画というか、うん。だからなんかその、西野さんってあの、キングコングの、うん、もう言ってて、この間、その YouTube とか見てて、うん、はいはいはい、したらなんか、日本人はネガティブの思考が強いから、ネガティブから発想した方が成長するらしいのよ。うん、成功したりとか。でも、外国とかアメリカの人らは、ポジティブに考えた方が成長するみたいな。そうだね。もうだって、それはもう戦争だよ。イメージわかる。だってもう、勝っちゃった。勝っちゃってるからな、うんうんうん。地球のトップに立ってるっていう、もう、意志があるから。そうね。もう、うん、ポジティブになるよ。何やっても大丈夫ってなってる。日本はもう負けてるから。だから、たまにさ、ネガティブになるじゃん、すぐ。めっちゃなる。ね、めっちゃなる。あ、俺、脚本書いてる時一番なる。おうおう、でもなんか、それでも頑張るじゃん。何どこの原動力で動いてんのみたいなね。ああ、確かにな。ああ、だ日本、だから、新、勝見優ってことやな。そういう。いや、どうなんだろうね、原動力は。だから本当に、うん、まあ、これ、お世辞でも何でもなくって、うん、いつも言ってるコメントとか、うん、その、いいねとか、反応してくれるファンの人が、一人でも二人でもいると、やっぱテンション上がんのよ。あ、それはそやわ。で、まあそれがさ、あの普通はね、うん、あの長くやってると増えなかったりとか、うん、ファンが入れ替わったりとか、うん、それでなんか落ち込んだりとかさ、うん、してたりするんだけど、俺はやっぱり一番最初の記憶が如実にあるから、うん、ファンが長くいなかった時代、うん、なんか一人でもいるってすごくないかって、うん、思うのよ。いつも、うんうんうん、でこうやってコンテンツ作ったりしたらそれを好きになってくれる人いたりして、うんうん、人数さえこうブワーって拡散ね、うん、広がってかないし、うんうん、そんな簡単じゃないのは分かってるけど、それでもずっと追っかけてくれる人がいるだけで、うん、いや普通に頭から考えるとすごいことだよなこれってってやっぱ思うから動ける。じゃあ感謝した方がいいんじゃない、うん、いやいつも感謝してるんだから、うん、改めて見てもらった後だから、ありがとうな、おいみんな、キモいってシンどこ行ってん、ないよ。でもなんかそのネガティブはちょっとわかる。俺脚本書いてたりするときはやっぱ楽しいこと、うん、笑いとか、うん、あと俺大体ハッピーエンドで終わらせるから、うんうんうん、そのオチとかは大体決まってるから、うんうん、そのやっぱ苦悩を書くときに、うんうん、そっちのメンタルになっていかないと出てこないのよ、うんうん、はいはいはい、だから全部問題が起きても、うん、あの落ちなくってプラスの思考で考えてると、うん、苦悩しなくて簡単に解決しちゃうのその問題が、
あ軽くなるよね。役が人間味なくなってくるの。なるほど。ってなると、もっとこう落とし入れなきゃいけないというか、メンタル的にもっといろんな状況があって、うんうんうん、身動き取れなくなって、こうメンタル的にもきつくなっていかないと、深みがなくてドラマが生まれないから、うんうん、ってなると、それ考えてるとどんどん落ちていくんだよね。はあ、ネガティブになって、書いてる自分が。そうそうそう。だから脚本書いてる時が一番、うん、なんかそのなんどんどんこう自分のメンタルがマイナスになっていく。へえ、書かなきゃいいじゃん。根本的な話する。だから俺はあの正直向いてないと思ってる。あ、それを書くのが楽しい人がやっぱ、はいはいはい、シナリオライターとかになってるから。ああ、なるほどね。だから苦労して書いてるからか。そう、俺はそもそもそこにはだから才能ないんだなって思うから、やっぱ自分のそのメンタルとか時間とか勉強とか知識とかもコントロールして書いてるけど、まあ、結局マラソンみたいなもんでゴールしちゃって評価されるとやっぱ楽しいのよ。おー、なるほどなるほど。だそこが一番やりがいを感じてるから、マラソンランナーと一緒だなって思うけど、まあ、だからそれが勝美流のやり方であるだけであって、あ、そうだからそれが別に向いてないわけじゃないんじゃない、うん、もしかしたら、まあねまあね、それが一個の、もちろんなんか書いてる時にしんどいみたいな有名な人多いけどね。ただまあ才能ある人は、その人も言ってるけど、才能ある人は一生楽しいんだなって言ってる。へえ。でそういう人事実いるしさ。バカリズムさんとかもそうだけど。でもそれでもあれでしょ、あの苦悩しながら書いてる人もいるんでしょ。やっぱ売れてて。まあ、中にはいるでしょうね。そうそう。クドカンさんとかはよく言う。あ、そう。うん。監督とかやってる方が楽で、書いてる時がしんどいねんって言うんだけど、でもバカリズムさんはずっと書いてたい人なんだよ。はあ、って言ってたよね。だからドラマとかの方も評価されて嬉しいって、ね、うん、内村さんとかも言ってたかな、脚本書くとき一番しんどいって。へー。いや、わからん、書いたことないからわからんけど、そもそも書こうって一歩目が出せるのがすごいわ、まあ、普通はそれが、うん、それがすごいってみんな言うよ、ね、一歩目が出えへんもん、なかなか。才能あるかないか知らんけど、書けるってことだもんね。まあ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、ね、それができるってことは、うん、そう、それがね、うん、ありがたいことに、うんうん、それはすごいと思う、うん、今後も活躍期待しております。頑張ります。ジャンクでした。エンタメの話、真の話だったんだよね、うんうん、でも真の内容はちょっと分かった気する。まあでもこんな感じなんで、そういうの好きな人は見てみてください。はい、よろしくお願いします。前の日あんなに食っちゃうとな、俺の流れなかったよ。え、何が？ジャンクラジオでジャンジャジャンク。あれか。はい、そろそろお別れの時間でございます。いやー、場所があと10分、すごいよ。ちょっと片付けながらになりますんで。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。すいませんけど、内容短く濃くせえ。ちょっとこのラジオを聞いた人は、先月の、うん、一番最近にやった YouTube の配信見てみてください。あ、ね、この前のね、バタバタ感が分かりますね。アーカイブで、はい、もうあとはね、もう俺らはもうショーゴも今ギリギリな顔してるから、の体力が、これから移動するんで、うん、ちょっと声がブレるかもしれないんですけど。もう5分で締めますからね、うん、まあでも本当舞台見に来てくれた人、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、本当にそういう人たちがいて、さっきも言ったようにね、うん、僕たち力になってますんで、これからもね、はい、皆さんの力で僕たちと一緒に盛り上がっていけたら嬉しいです、うん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ラジオもね、どうなんだろうね、うん、まあ、あれ言っとかねえの、うん、ジャンクラジオでは、ああ、そうだ、うん、もう今締めようとしちゃって、ジャンクラジオではあのやつ、ホームがありますんで、ホームのやつ、ジャンクラジオではお便りを募集しております、うん、お便りホームから簡単に書き込んで送れるようになっておりますので、ぜひともそちらの URL タップしてみてください、はい、それとですね、ハッシュタグジャンクラジオをつけてつぶやいていただきますと、こちら反応しに行きますので、うん、ぜひともよろしくお願いします。はい、スペルはですね、 JUNKの大文字にラジオカタカナでジャンクラジオです、はい、ということで、はい、そらそらいけたね。はい、ありがとうございます。もう一回お願いします。もうええて、時間を無駄にするな。今もここの会場の外の廊下、誰か歩いてる声してドキッとしてんねんからな。もう時間ないんやって。そうだな、片付け出してるもんね。そうだね、もう終わるけどね。あ、でもこれ上がる時にはね、その予約ホームじゃねえや、また言っちゃったよ。あのお便りホームね、ホームなんか送りやすくなってんのかね。どうなんやろね、ケース増えてたら嬉しいね。嬉しいね、確かに、うん、これ配信してる時にはもうその結果が見えてるんで、うん、みんな送ってくれると信じてます、うん、私は。まあもうあと全部概要欄、うん、そっちに変えますんで、ぜひともまあ
書き込まなくてもねタップしてみてください、うんうん、あ、はい、簡単って思って多分書きやすくなってると思う。何でもいいっすよ。あ、そうそうそう、うんことかでも、あ、いいよいいよ、うん、でもそう感想も入ってるから、うん、もうた楽しかったですとか、あ、もう全然全然、20何回のやつ楽しかったですありがとうございますとかでもいいですし、うん、うち髪切ったとかでもいいし、なんかすごいな見られてるな俺、まあ、それこそ配信のね、うん、コメントと一緒で、もちろんもちろん配信で言い忘れたんですけど、でも全然いい、ね、うん、あ、そういうのすごいありがたい。そうそう、ラジオネームはもう何でもいいんだから、何でもいいから、リンゴちゃんでもいいんだしね、うんうんうん、イチゴちゃんでもいいんだから、こんなもん何だっていいんだ、わあわあわあ、そうそうそう、決めてくださいって、はい、俺、あ、次でいいや、え、エンディングトークのあれですか。いや、なんかね、次なんかちょっといつかやりたいなって思うのが、ラジオを聞いてくれてるリスナーさんの総称みたいなの決めたいなと思ってた。ああ、ね、何それ、アラシックみたいなもんやろ。あ、そう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 、嵐のファンのことをアラシックっていうとか、そう、なんか結構ラジオでは決めがちなのね。へえ、リトルトゥースとか。そう、これは有名、はい、オードリーさんのラジオを聴いてる人たちはリトルトゥース。リトルトゥース、あー、なるほどね、うん、じゃあジャンクをもじった方がいいってことね、とか、うん、なんかそういうのも決めれたら楽しいなって思ったんだけど、うんうん、まあまあ、次やな、うん、今考えてるもんね、ネタに困った時にやろう。じゃあ次回それでいきます。なんか本当はリスナーさんから自然に言われた方がかっこいいから、こういうの。ああ、そうやな。じゃあちょっと自然にね、そのフォームから、そう、なんかね、そう、あのよくあるのは、あの例えばラジオネームのところを、リトルトゥースネーム何々みたいな感じで書いたりとかして、あ、リスナーさんってこうやって呼んでんだ、自分たちのことをみたいな、あ、じゃあそう呼ぼっかみたいなのあったりする。送る送る俺。不自然。不自然やね。3人で送ればええやん、この段階で。不自然やから。そう、でもまあそういうのかっこいいんだけど、はあはあ、まあ、そういうのもあったら、まあ、じゃあもうちょっと時間を置こうか、この話は。もう一人は出なきゃいけないから、はい、じゃあ今日はこれで撮ります。いや、オッケー。やばいやばいやばい、やばい、片付けるよ、片付けるよ、早くするよ、早くして、よし、うち早く動いて、うるさいな。